今日は父の日です。お待たせしました。おう、林じゃーん。おー、林食べます。うん、デリシャス、本当に美味しい。これが林や。ほんまに美味しい、うん、これはうまい。おはようございます。父の日ということで、今日は林ライスを作ります。林ライス、材料は玉ねぎ、結構私すごく好きなので多めに入れたいので、大きめの玉ねぎとちょっとちっちゃめので2玉使います。マッシュルーム、牛肉の細切れで、あとは林ライスのルー、これだけです。簡単。では早速玉ねぎを切っていきます。よっしゃー。玉ねぎはもう本当に目が痛くなるから、父はいつも家に来ると結構よく食べてくれるので、で私も食べますし、夫も結構食べるので、10皿分作ります。なので全部ちょっと多めの量で作ります。なんか私 YouTube で作るときいつもなんか具材は多めな気がする。はい、やよし。あ、あとトマトも使います。忘れてました。これを切っていきます。でちょっと私今日お化粧してて、この後ちょっと涙でボロボロになれないので、ちょっと YouTube のこのカメラの前で装着するのは恥ずかしいんですけど、いつももうサイズは結構食感がある方が好きなので、まあこれぐらいのサイズにしていきます。ちなみにこの玉ねぎは新玉ねぎです。なので甘みが強いかも。 OK、 全然痛くない、目完璧、ありがとうサングラス。からのマッシュルームも切っていきます。まあ食感があるのが好きなので、これぐらいですかね。結構マッシュルーム多すぎるかな。どれぐらいだろう。で、まずサラダ油を入れて、はい、で、熱します。ねえ、これすごい大きいですよね、このマッシュルーム。もう1個ぐらい切るか。なんか本当は別にトマト入れなくてもいいんですけど、なんかトマト感がよりあった方が酸味も甘みも増す気がするので、私は好きで、大きいのと小さいのと2つぐらいかな。これも切っちゃいます。じゃあまず玉ねぎを入れていきます。いい音。ちょっと、トマトはこれぐらいのサイズ、2センチ角ぐらいにちょっと持っておきます。お、色が変わってきた。ちょっとこう色が透き通ってきました。ここで
お肉を投入したいと思います。これ分量は 400g です。なんか私具だくさんが好きみたいで、何でも具が多いんですよね。玉ねぎも書いてある量より半玉分ぐらい多いです。父の日で、去年カレー派だって言われちゃったんで、今回どうなるかわからないけど、ハヤシライスで攻めたいと思います。いい感じに色が変わってきたので、ここでマッシュルームを投入します。これも入れます。すごい量、大丈夫かな。これ水入るとかある？また分量間違えたパターン。これもうなんでこうなんのかな、ほんと学ばない。これ入らないかも。どうしよう、もういっか、もういっか。ではここにですね、水を、10皿分なので 1.2 リットル入れます。まず200ミリリットル。250500。待って、入らない可能性大。どうしよう、まずい。ちょっと一旦これで、ちょっと水を若干少なめにして、ルーの量もちょっと減らします。多すぎたな、これ入らない。ちょっとトマトを加えます。トマトの量も大きいトマト1個と小さいトマト1個ぐらいの分量にします。ちょっと後で食べよう。これ、うん、おいしい。うん、うんうんうん、あ、美味しいからちょっと入れよう。ちょっとまあ目分量でいつもやってます。そんなきっちりきっちりじゃなくても、真心込めれば美味しくなる、そういうもんですよね、料理って。よし、じゃあこれでちょっと具材を柔らかくします。よし、で、忘れてた大事なもの。すいません、忘れてました。ちょっとうちは赤ワインを少し入れます。そうだ、それ忘れてた。ちょっとだけ入れて、本当はお水を入れる前に入れて一緒にちょっと炒めるんですけど、まあちょっと入れる。じゃあここに入れていきます。溶かします。もう溢れそうなんだけど。入れます。まあ、熱い。やっぱりなんかトマトが入ることで一気にこう、なんていうんだろう、やっぱり酸味と、あとこれフルーツトマトなので甘みが強くて美味しくなる気がします。もうほんと分量だけちゃんと覚えたい。
でも愛情はこもってます。だから大丈夫。これでカレーって言われたらどうしよう。本当にこれで閉じます。いってらっしゃい。グツグツと煮込みます。終わりです。これでもうあとは待てば美味しい美味しいハヤシライスができます。簡単。こぼれてた。ちょっと量がね多すぎた。また具材の量が、そう、それが全て。よし、いいかな。では開けます。せーの、オープン。おー、グツグツしてる。これはいい感じじゃないでしょうか。お、あ、なんかあれだけ具沢山だったけど、やっぱり煮込んでると玉ねぎもねちっちゃくなるんで、あ、いい感じいい感じ。しかもギリギリ、本当にギリギリちょうどサイズで入れられました。よかった。あとは父がこの家に来るのを待つだけです。さあ、喜んでくれるかな、どうだろう。よし、 OK。